ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？はい、ナピも元気ですよって言った具合でやってきますね。はい、今日はですね、モスバーガーさん行ってまいりました。クリームチーズを使用して、フレッシュをテーマに生野菜をたっぷり挟んだバーガー見つけてまいりました。クリームチーズベジ、北海道コーンのソースでございます。はい、こちらですね。ではちょっとね、出してまいりましょう。よいしょ、よいしょ。はい、袋にね、入れてくれるのはありがたいですね、最近はね。はい、上かな。はい、はい、こちらですね。440円、400キロカロリーとなっております。期間限定、5月中旬までですよ。はい、今回ね、ネットで購入したんで、待ち時間もなく、そしてね、通信費もいただきましたね。いつもご利用ありがとうございますって書いてあるしね、今日がいい日になりますようにって書いてあるの、ちょっと嬉しいですよね。はい、よいしょ、よいしょ。お、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 はい、10円入ってました。ではちょっとね、開けてまいりましょうかね。下にテープがありますね。このテープを、うわー、ソースがかなり下まで、結構ね、長いテープがね、いつもね思うんですけどね、モスさん長いテープを貼ってくれるんですよね。はい、はい、じゃん。はい、こちらね、下から順番にいきましょうね。下が、一番下がバンズ、パティ、オニオンスライス、北海道産コーンのソース、輪切りのトマト、そして細切りのレタス、北海道コーンのソース、モスオリジナルのクリームチーズのついたバンズなんですね。はい、こちらですね、生野菜をふんだんに使い、北海道産コーンのソースを加えることで、クリームチーズが引き立ち、より一層美味しく召し上がりいただけますよう仕上げました。野菜をたっぷり味わえる春にぴったりのハンバーガーですって言っておりますね。はい、そして今回ね、ちょっとデザートにこんなものもね、新発売で売ってたんで買ってまいりましたね、限定メニューのね、ひんやりスイーツでございますよ。はい、ひんやりドルチェいちごショコラでございます。なんか歌いたくなっちゃいますよね、ドルチェなんつってね。はい、こちら190円、176キロカロリーとなっておりますね。こちらはですね、ホワイトチョコレートをいちごに合わせた、いちご生地とクーベルチュールチョコレートを使用したチョコ生地を2層に仕立てて、焼き上げた口どけ滑らかなチョコレートケーキです。冷凍状態のままでご提供して、溶け具合によって食感の変化もお楽しみくださいって言ってあるんで、こちらはね、ちょっと冷凍しといていただけますか、スタッフさん、よろしくお願いしますといった感じでね。はい、こちらね、実食レポしたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日はキリンの一番搾りでございます。はい、乾杯、チーズ。
まい、はい、半分に切ってまいりました。はい、はい、半分に切ったらこんな感じでございます。はいね、細切りレタスの緑とトマトの赤、コーンの黄色、彩りがようございますね。それではいただきます。あのモスさんのってね、ソースがいっぱいあるからね、結構デロデロしてるんですよね。コーンが、コーンもデロデロしてるし、あ、はいはい、うん、いい香りがしますね。コーンの甘い香りがします。うん、はいね、このモスさんのふんわり柔らかいバンズにね、柔らかジューシーなパティがね、やっぱりね、何回食べても美味しいですね。このジューシーなパティ最高でございます。はい、そして中に入ってるコーンでございますね。これね、コーンの甘みと旨味がぎゅっとね、凝縮されておりますよ。そんなスープでございます。ちょっとね、コーンスープなのかなっていった感じのね、味わいでございます。はい、そしてこのコーンの食感もいいですね。噛むとね、甘みがね、じゅわっと出てくるのがようございますよ。そしてそのね、ソースのついたこの生野菜でございますね、レタスがね、細切りになってるんでね、普通あのレタスね、大切りにカットされてるとね、一回噛んでそのままズルズルって出ちゃうことあるんですけれどもね、こうやって細切りにね、カットされてるんでね、ちゃんとしとね、あの部分部分で食べられるのは嬉しゅうございます。そしてそう、フレッシュトマトがいいお仕事をしてます。食感もよくね、本当にこう生野菜をそのまま食べてるっていった感じでね、これは罪悪感はゼロっていう感じですよね。お野菜をたっぷりいただいてるって言った感じでございますよ。うん、そしてね、モスさんの説明によると、このコーンの甘みを感じるようコーンのソースには、コーンパウダーをごく弱火で焙煎して、パルメザンチーズを入れることでコクを出してるそうでございますよ。そしてね、あの2種類の酢にクミンパウダー、ガーリックパウダーを入れてキレのある味わいにしてるそうでございます。バンズについてたクリームチーズはカマンベールパウダーを加えて深みのある味わいにしてるそうでございます。それを聞いてもう一度いただきたいと思います。うん、なんかね、そう言われるとね、ちょっとだけクミンが入ってるからカレーの味がするかなっていった感じですね。はい、言われないと分かれない程度のね、クミンの味ですね。だけどね、このコーンソースのね、程よい酸味とね、フレッシュな野菜がね、相性よく美味しく仕上がってますよ。はい、次はね、ひんやりスイーツでございます。ひんやりドルチェいちごショコラでございますよ。はい、半分に切ったら、おお、綺麗ですね。こんな感じになっております。はい、ね、ドルチェ&って歌いたくなっちゃうな。しつこいか。はい、ではね、いただきたいと思います。さっと入ってねっとりした感じですね。はい。うん、もうね、いちご好きさんにはたまらないやつでございますよ。うん、口の中がね、甘酸っぱいいちごの香りがいっぱい広がっておりますよ。うん、そしてね、優しい甘みのね、ホワイトチョコのね、いちご味、これがね、いちごをふんだんに使ってるって感じですね。いちごのね、プチプチ感も感じられます。そして下のね、クーベルチョコレートがね、結構コクがあってしっかりとしたね、チョコレートになってますね。だからそれが合わさってね、バランスよく、もう泣けちゃうぐらいちょっと美味しいですよ、これは。
これはチョコレート好きさんにもおすすめでございます。そしてね、今ね冷凍したんですけれども、温度でねお口の中で変化していくんで、そういったね楽しみ方もまたいいですね。これは絶対冷凍していただいてみてください。全然違うと思いますよ。はいはい、今回ねモスバーガーさんのクリームチーズベジ北海道産コーンのソースをいただいたわけでございますけれどもね、クリームチーズと程よい酸味、そして北海道産コーンのね旨味と濃厚な味がねバランスようございました。そしてねこのフレッシュ野菜もねソースと合っていてね美味しくいただくことができました。はい、そしてドルチェいちごショコラでございますよね。冷凍していただいたんですけれどもね、いちごの甘み酸味も感じるし、クーベルチョコレートのねコク、チョコレート好きさんにはもうたまらない一品でございますよね。カロリーもね確か176キロカロリーでしたよね。こうちょっとねちびちびいただくのもね罪悪感がなくてねいただけると思います。これはもう一回ねうなぴチョコレート食べてみたいです、もう一度。はい、といった具合でね実食レポ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。罪悪感ゼロ。